どうも、こんにちは。田中雄大です。はい。で、本日は、動画配信の第1回目ということで、これから、まあ、自分の、ことを知ってもらったりだとか、まあ、自分がたくさん情報収集したことを、お伝えしていく動画配信というのを、やっていきたいと思っているんですけど、まず、やっていこうと思った経緯について、第1回なので、お話しします。で、自分が、動画配信をやっていこうと思ったのは、まあ単純で、まあいろいろ考えていたんですけど、自分自身本を読む機会だったりとか、まあいろいろ日常生活で学びの機会とかがある中で、学んでインプット、自分の中で気づきや学びをインプットする、経験はいろいろしているんですが、それを何かに生かすみたいな、アウトプットの経験がなかなか少ないなっていうふうに思っていて、アウトプットの機会を、まあ、増やしたいなという思いがあったんですね。で、その中で、まあ、いろいろ考えた結果、YouTube 動画配信というところに行き着きました。なので、この動画を、配信する目的っていうのは、アウトプットの機会を、増やしていきたいという思いが、あるからなんですけど、まあ、アウトプット機会を増やすことによって、じゃあどういうメリットが自分の中にあるのか、まあ、自分目線で身勝手なんですけど、まあ、第一回なので勘弁してください。で、アウトプットを増やすことによって、まずは、まあ、日頃の気づきや学びをインプットし、そのインプットをこういう場を借りて動画配信ということによすることによって、お伝えすると。インプットした情報を整理して相手に、理解しやすいようにうまく伝えるということが、大切になってくると思うので、まあ、自分の、経験を言語化して、まあ、論理を構造化してうまく相手に伝える。で、それによって自分の思考が整理されて、自分自身そのインプットの質が高まったりだとか、自分自身のその理解に、つながるっていう点で、まあ、すごくいい機会だなというふうに思いました。そして、もう一個あるんですけど、まあ、アウトプットを増やすことによって、YouTube でですね、YouTube でアウトプットを増やすことによって、まあ、この、動画という形で、撮って、まあ、実際にアップするわけですが、これを自分自身で見ることによって客観的に見られる。なので自分のこの表情の話し方だったりとか、あとは声の調子ですね。だとか、まあトーンだったりテンポだったりとかを自分自身で客観視して、それを分析してより改善できるっていうプロセスを踏めるので、まあこの2点があって、まあこの動画を配信するっていうのに至りました。インプットの、質を高める、アウトプット、インプットした情報を整理し、うまく相手に伝えるようにすることで、インプットの質そのものを高めること。で、二つ目が、自分を YouTube 動画によって自分を客観視して、で、まあ自分分析をして、自分の表現の仕方だったりとか話し方を改善できる。この二点を、YouTube 動画配信というアウトプット機会によって、自分自身が、向上できるんじゃないかということで、これから、撮らせていただきたいと思います。なので、今後ともよろしくお願いいたします。